皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日ご紹介するのはこちら、親指と薬指についているとっても夏らしいオーロラに輝くシェルネイルのご紹介です。それではどうぞ。本日使用するカラーはこちらです。リッカジェルの 55M とクリムドールカラーのブラッシングピンク640番です。はい、ではチップを使って塗っていきたいと思います。地爪に塗る場合はベースを塗った状態から始めていきます。ではこちら薄いピンクを半分塗ります。ちょっと上もフレンチっぽく開けます。次に一回筆を拭き取って、次にこちら濃いピンクをのせます。はい、一度ライトに入れます。では2度塗りしていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、では次にプリジェルのノンワイプトップジェルを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらクロムパウダーのオーロラベールです。こちらを使うときは先ほど塗ったノンワイプトップジェルを塗った上にこちらを使用します。では開けていきます。粉です。こちらを先ほど塗ったカラーの上に塗っていきます。ではアイシャドウチップを使って少しつけて塗っていきます。はい、こんな感じにオーロラベールがかかりました。これだけでもとっても可愛いです。はい、では次にこのフレンチラインに少しだけベースをちょんちょん置きます。で、この上にパーツを乗せていきます。はい、こちらをライトに入れます。
ではもう一度ノンワイプジェルを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、では次に使うのがアゲハジェルのチャームオンノンワイプジェルです。こちらノンワイプジェルなので最後の仕上げにトップジェルを塗ったりする必要がないのでとっても便利です。ではこちらを使って線を描いていきたいと思います。はい、では使う筆はこういった細い筆を使っていきます。はい、ではまず筆に少しジェルを取って中心を描いていきます。はい、では次に左側に少しカーブをつけながら曲線を描いていきます。こちら下書きなので高さとかはつけなくて大丈夫です。では右側にも同じ本数を同じ感じに書いていきます。はい、こんな感じで一度ライトに入れます。はい、では2度塗り目、高さと厚みをつけていきます。先ほどよりもちょっと多めにジェルを取ります。この取ったたっぷりしたジェルを先端に置きます。先端にジェルを置いて一度目の線をなぞっていきます。上に行くにつれてジェルは少なめです。ちょっと先端に多めにのせます。この線がとても重要なのでしっかりとのせていきます。はい、では一旦ライトに入れます。はい、では次に左側の部分を一気にのせていきたいと思います。たっぷりめに取って先端に置きます。
こんな感じです。では一旦ライトに入れます。はい、では右側も一気に乗せていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、では次に3度目はもし足りなかったら乗せてください。私はちょっとボリュームを出していきたいと思います。こんな感じでライトに入れます。はい、こちらで完成になります。とっても可愛くて夏らしいデザインになってます。工程も慣れるととっても簡単なので皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。